AE は1986年2月から2007年12月まで TDK が日本市場向けに製造・販売及び2008年1月から2015年12月までニメーションが日本市場向けに製造・販売していた音楽録音、一般録音用と兼用のコンパクトカセットテープの商品名である。画像中央にある。 カセットテープが TDKAEAE、e、は音楽録音および一般録音用途に最適化されたノーマルポジションの低級タイプの LH グレードである AE は1983年9月から1986年1月まで製造販売されていた4代目 D および1984年2月から1986年1月まで製造 販売されていた DS の後継として登場した。自生体には当製品のために開発されたピュア、グレンドフェリック自生体が採用されており、従来製品の D および DS を超えた高温室を売りにしていた。当初は日本国内で生産されていたが、150分用を除き1998年以降より、タイでの国外生産に切り替えられたものの、 2011年7月にタイで発生した大洪水の被害の影響により、同年12月末をもってそのまま製造終了。2015年12月末までに流通在庫分の製品が全て販売終了となった。基本的に AE は日本国内専用の商品名だったが、日本国外では FE、または A、D などの商品名として販売されていた。このか。 AE をもとに自生体を見直し、音楽録音用途に最適化された派生製品として、デラやクリング1などが存在していた。AE の国外仕様にあたる FE。ありがとうございます。